マルティンデル・バルコ・センテネラの女子誌、アルヘンティーナとラプラタ川の制服の初版の表紙、アルヘンティーナとラプラタ川の制服は、1602年に出版されたマルティンデル・バルコ・センテネラによる女子誌である。現在アルゼンチンがある地域とほぼ同じ場所をアルゼンチンとして表現した最初の文献として知られている。この本は教訓としての意味もある歴史書であり、道徳書でもある。 ルネザンスの頃の一般的な文学とは異なり、15世紀の史学史的な部分もある序児詩である。序術にはオッター・バリーマを使っており、28のパートに分かれた歌唱で表現されている。陰文にはテノールの概念も含んだラテン語法を使うなど、教養の高さが伺える。文学としては標準的なものだが、当時の南アメリカの状況を表した数少ない。 文献の一つであり、歴史書としては重要である。特に、セブンティーンの歌では、目撃者として、トゥパク・アマルがビル・カバンバでしたことを記述している。1612年に同じ名前の文学作品を、ルイディアス・デグスマンが表している。ラプラタ川の発見、ブエノス・アイレスでの人口減少、アルバルヌ・ニエス・カベサで馬鹿の政治、サンタフェの誕生などを記述している、年代記となっている。 当時この書物の知名度は高く、大西洋、アンデス山脈、ラプラタ川で囲まれた地域をアルゼンチンと呼ぶのを定式化した。ありがとうございます。